お疲れ様です。小道具です。2024年6月22日仕事の小道具チャンネルの登録者数が6000人を突破しました。ありがとうございます。2021年の8月25日にチャンネルを開設してだいたい2年10ヶ月が経過しました。数ある文具チャンネルの中でも上位に食い込むくらいニッチなこのチャンネルをご視聴くださっている皆様、登録してくださった皆様、いつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのおかげで動画投稿を楽しく続けることができています。私はあんまり再生回数や登録者数を増やそうとしていないんですけど、やっぱり数字は見えますからね。こうして6000人の方にチャンネルを登録していただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。このチャンネルは文具チャンネルでありながら、シャープペンシルや万年筆、そして手帳や他の文具は紹介していません。ただ趣味のボールペンだけを紹介するチャンネルです。ペンの良し悪しは評価いたしません。たまにお世辞にも書きやすいと言えないのにテンション上げ上げで紹介するペンも登場します。自己満なんですよ。なので基本的に動画を紹介するペンは皆様にお勧めしておりません。ただ私が好きなペン、気になるペンを私の目線で一方的に紹介するチャンネルです。とは言っても私の目線、気に入りのボールペンの魅力を余すところなくしっかりと伝えたいという思いは強くありますので、動画の構成や見せ方は多少工夫しています。特に公式ウェブサイトに情報があんまり掲載されていない場合は問い合わせをして確認するようにしています。自分の持っているペンやブランドについてはできるだけ正確に理解してお伝えしたいですからね。ボールペンは私にとって仕事で使う道具であり、ライフスタイルを彩るアイテムという位置づけですから、しっかりとこだわりたいというわけです。こんな自己満チャンネルに興味を持ってくださる方が6000人、なかなかリアルで6000人の方とは出会えませんよね。改めて考えるとすごい数字だと思います。本当にありがたいです。私よりもたくさんペンを持っている方もいらっしゃいますし、私以上にペンの沼にどっぷりハマっている変態さんもいらっしゃいます。時々視聴者の方におすすめのペンを聞かれるんですけど、残念ながらおすすめはできません。ペンの太さ、長さ、重さ、軸の素材、表面処理、色、そしてペンを使う目的、ペンの持ち方、手の大きさ、予算、こんな感じで様々な条件が人によって違いますから、到底人におすすめなんてできません。条件をお聞きした上で、私だったらこれを選ぶとお伝えするのが精一杯です。このペンは書きやすいですかと聞かれても、私は好きな書き味ですよと私の好みをお伝えするのが精一杯です。それでも良ければぜひお尋ねください。そしてペンのリクエストやおすすめをいただくことがあります。とてもありがたいです。これまでリクエストをいただいたペンを何本かお迎えして紹介しました。私の金銭に触れたペンであれば予算の範囲内でご紹介する可能性があります。こうやってコメント欄を通じてペンについてのやり取りができるのも YouTube を始めて良かったことの一つです。リアルではペンについて熱く語り合える人がほとんどいませんから、私にとって特別な場所になっています。皆さんからいただくコメントを読ませてもらうのは単純に楽しいですし、動画制作のモチベーションになっています。気づきもたくさんいただけています。今のところコメントには必ず返信するようにしていますので、気楽にコメントをいただけると嬉しいです。
ぜひぜひコメント欄で気楽な雑談をしましょう。もちろん本業がありますからそっちがメインなんですけど、 YouTube はいい感じの趣味になってきています。おかげで週末も家で撮影と編集ばかりで、出かけることがほとんどなくなってしまい、インドア派になってしまいました。妻からは健康に悪いからもっと体を動かせと言われています。さて、6月19日に銀座の伊藤屋さん本店を訪問してきました。相変わらず店内は賑わっていて、外国の方も多かったですね。お目当てのペンがあって訪問したんですが、ちょっと出遅れてしまい売り切れてました。残念。ただ別のペンをゲットしましたので、また近いうちに動画で紹介したいと思います。そしてなんと、ワンチャーのジャパンブルーとジャパンレッドが置いてあったんですよ。びっくりしました。実物を目にしたのは初めてです。セーラー万年筆のコーナーにちゃっかりと熊本メイドの表示で陳列されていました。もちろん店員さんにお願いして持たせてもらいましたよ。実物も色が綺麗で、鍛金されたボディの触り心地も素晴らしかったです。ただ思ったよりも軽く感じました。公式サイトの仕様では重さが 40g と表示されているんですけど、全然重く感じなかったんですよね。アルミ軸ですし、いつかはお迎えしたいと思っている一本なんですが、ちょっと考えてしまいます。それにしても実店舗でペンたちを眺めるのは楽しいですよね。私の知らないブランドに出会うこともありますし、到底手が出ない憧れのペンがあったり、いつかはお迎えしようと思えるペンがあったり、自分が持っているペンを見つけるのもまた楽しみの一つです。ただ魅力的なペンがありすぎて目移りして困りますし、お小遣い制のサラリーマンの経済力ではしょんぼりして店を出ることもあります。まあそれも含めて実店舗は魅力的です。とにかくワクワクしますよね。今回伊藤屋さんで購入したボールペンは、近々といってもいつになるか分かりませんが、動画でご紹介いたします。ということで今回は特別編として、仕事の小道具チャンネルの登録者が6000人を突破したことへの感謝の動画をお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。